AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。クリミア奪還に現実味、ウクライナ軍決死の猛攻、ロシア刺繍維持できない危機、戒厳令表明は住民に軍支援させない狙いか。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は19日にオンラインで安全保障会議を招集し、併合を宣言したウクライナ東南部4州に20日から戒厳令を導入すると表明、関連の大統領令に署名した。ボロディミル・ゼレンスキー大統領率いるウクライナ軍の猛烈な反攻を前に、これ以上の敗走を食い止めたい危機感の表れとみられる。ロシア軍が核攻撃をちらつかせる中、ウクライナ軍は今後東南部で奪還劇を繰り広げた後、ロシアが2014年に一方的な併合を宣言したクリミア半島を取り戻す戦いに挑むとみられる。プーチン氏の野望を打ち砕くウクライナ軍の戦いはどうなりそうか。ウクライナのゼレンスキー政権があらゆる交渉の提案を拒否し、ロシア領への攻撃を続け一般市民を殺害している。プーチン氏は19日の安全保障会議で刺繍への戒厳令導入の理由をこう語った。1991年のソ連崩壊後、ロシアの戒厳令導入は初めて。4州はウクライナ東部のドネツク、ルガンスク領州と南部のザポロジエ、ヘルソン領州。ロシアはこれまでウクライナ侵攻を特別軍事作戦と呼称してきたが、劣勢の中戦争状態であることを事実上認めた形だ。戒厳令導入で領土防衛に必要な人的物的資源の優先利用が可能になる。つまり刺繍に残るウクライナ住民を強引にロシア軍に動員する狙いもありそうだ。ジョー・バイデン米大統領は19日、ロシアの戒厳令導入についてウクライナの国民に残虐行為をし屈服させるために脅すことしかできないなどとプーチン氏を激しく非難した。ホワイトハウスで記者団に語った。一方でバイデン氏はプーチン氏は極めて難しい立場に立たされているとの見方を示し、ウクライナ国民がプーチン氏の脅しに屈することはないと強調した。確かにウクライナ軍の大規模な反撃が勢いを増している。ヘルソン州の親ロ派トップウラジーミル・サリド氏は19日、安全のために同州を流れるドニエプル川西岸の住民に退避を決定したと表明した。州都ヘルソンにある全ての行政機能を東岸地域に移転させているという。ただヘルソンを放棄する考えはないとも強調し、住民退避は防衛強化のためだと説明した。同州の親ロ派幹部キリル・ストレモウソフ氏は同日夜、すでに住民5万、6万人が東岸地域に移されたと述べた。ウクライナ侵攻を指揮するロシア軍のセルゲイ・スロビキン総司令官も前日、困難な状況にあると苦戦を認め、同州の少なくとも一部地域を放棄する可能性を示唆した。軍事の専門家は、ウクライナが今後、刺繍だけでなく、クリミア半島を取り戻すことも不可能ではないとの見方を示す。これが現実となればプーチン氏の威信失墜は避けられない。ロシア側の動きについて元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺悦和氏は、住民がウクライナ軍に協力しないよう退避させる目的だと考えられる。ウクライナに奪還された後も復興を妨げるため人のいない土地の状態にしたいのだろうと分析する。ウクライナ軍は9月に本格的な反攻を開始してから1ヶ月で東部や南部で計600以上の集落を奪還したと発表した。ヘルソン州でもさらに攻勢は続くのか。渡辺氏はドニエプル川東岸への正面からの攻撃は難しい、西岸地域のロシア軍が降伏した後は隣接するザポロジエ州を攻撃して東部戦線と南部戦線の連携を分断する作戦が有効だと語る。今月8日には14年の一方的な併合後に建設されたクリミアとロシアをつなぐ橋で大きな爆発もあった。ゼレンスキー氏はクリミアの奪還に意欲を見せるが現実味はあるのか。渡辺氏はロシア軍はミサイルだけでなく戦車、最も優越した戦力の榴弾砲すら弾薬が枯渇していると考えられる。ロシアと結ぶ大橋も破壊され本土からの補給も困難になる。クリミア半島の防御も難しくなるだろうとの見通しを示した。
ライカまでにウクライナ勝利、ロシアの敗北必至、国防省情報総局長、ウクライナ国防省情報総局のキリロ・ブダノフ総局長、上将は20日までに、ウクライナは今年末までに重要な勝利を収め、戦争は来年の夏までに終わるであろうとの予測を示した。情報総局が公表した発言内容で、ロシアの敗北は不可避であって止められないとし、ロシアの破壊につながるだろうとも主張。ウクライナが握るとする重要な勝利については間もなくわかるだろうとした。この勝利にロシアが占領するウクライナ南部のヘルソン市が含まれることを期待するとも述べた。ウクライナ軍はここ数週間、同市などで大きな戦果を得ている。総局長は、来年春の終わりには戦争は終わるであろうし、夏までには全てが終わるであろうとも占った。ウクライナが1991年時点での国境線を取り戻す意向も表明。2014年にロシアが一方的に併合したウクライナ、クリミア半島と親ロシア派勢力が占領した東部のドネツク、ルハンスク領州の奪回を意味するとした。また、ロシアはウクライナで核兵器の投入はしないだろうとの見方も表明。理論的には使うことができるだろうが、そうなればロシア連邦の崩壊への道のりを早めるだけとなると指摘。彼らはこのことを十分に理解しているし、我々が望むほど愚かではないとも説いた。ロシア大統領府の指導者たちはウクライナ戦争の主要な目標について一致しており、それは敗北を喫しないことだと強調。ハト派もいればタカ派もいるが、共に情勢が非常に悪化していることは認識しているとし、現状から抜け出すための方途についての意見が若干異なっているだけだと説明した。その上で、一部の者は戦争をやめ、ある種の平和的な解決方法を模索すべきと明確に理解しているとし、侵攻を続けなかったり破れたりしたらロシアは存在しなくなると判断している者もいると続けた。ロシア大統領府内の現在の判断について、もはや勝利の問題ではなく敗北しないことが問題になっていると分析。ウクライナが勝利すれば、非常に深刻な政治的なプロセスが現在のロシア連邦の組織の変化と組み合わせた形で始まるだろうとも締めくくった。ロシア国民はクーデターを計画しています。プーチンはもう抵抗できなかった。一部動員法の回避が続いています。ロシアはほとんど逆さまです。ロシアの検索エンジンで最も検索された検索はロシアを離れる方法です。彼には質問がありました。そもそも航空券があった。ロシアは部分動員法に熱狂し、ウクライナ軍の素晴らしい作戦とともに敗北へと向かっていたプーチンが30万人の予備兵を徴兵したと発表した。火曜日の夜、スピーチをする予定だったウラジーミル・プーチンは火曜日の夜にテレビに出演しませんでした。水曜日の早朝、テレビに出演したロシアの指導者は部分動員に関する法律を発表した。クレムリンはまだ部分的な動員の条件を完全に発表していませんが、軍に入隊する予定のロシア人男性はすぐに飛行機のチケットを購入して出国し始めました。ロシアではパニックの雰囲気があります。ロシア発の片道航空券の価格が急騰し、チケットは売り切れた。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。